中心で、今日のご自身の投球内容を改めていかがでしょうか。はい、試合が入る前は粘っていこうというふうに、桑田コーチから言われたので、なんとかランナーが出ても、粘りながらピッチングは回っていたと思います。はい、ここまで来るまで、手術もありましたし、リハビリもあったんですけど、家族だったり、友達だったり、ジャイアンツのトレーナーの皆さんのおかげで、やっと、自分の舞台で、投げることができたので、今日はです。プレッシャーをかみしめながら、ピッチングは切りました。そして今日も雨の中、最後までファンの方を送っています。一人一人向けて最後に意気込みをお願いします。はい、僕自身、毎試合が勉強だと思いながら、一日を過ごしていきたいと思います。これからも結果を出していけるように頑張るので、応援よろしくお願いします。これは2000会場の方になります。初めに来月の